ガルマイ町の特産品、たまにしか飲めない貴族のドリンク、ベビーキウイとも言われている。ジンクボスイーツセレクトチャンネル、いただきます。地元のスイーツ教えちゃう編その2。以前僕が生まれ育ったガルマイ町の特産品であるサルナシを使ったスイーツをご紹介したところ、ちょっとだけ反響がありましたんで、引き続きね、サルナシを使ったスイーツをご紹介していきたいと思います。こちらがサルナシドリンク、こちらがサルナシふわりです。サルナシふわりなんですけど、ここにサルナシの実が書いてあって、キウイみたいな見た目をしているんだけど、サイズ感がサクランボぐらいで、ベビーキウイとも言われている。知らない人も多いと思うんですが、カルマイ町の特産品です。ペーン、おー、めっちゃめちゃ緑。ボン、大きさとか持った感じは仙台メーカーの萩の月みたい。ちゃうよ、よいしょ。おー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 、中の方まで真緑で、この黄色いやつがカスタード、その下の見えるかな、薄いやつがサルナシジャムなんですって。持った感じふわふわだったんだけど、食べるとクリームがぎっしりだからか、ふわふわっていう感じじゃなかった。クリームのねっとり感みたいな方が強い。あと思ったよりね、サルナシ感がね感じないのはちょっと残念だったな。どこまで行ってもこのねカスタードが強くて、カスタードのお菓子っていう感じがするんだよ、うん、お家にあったら食べるっていう感じ。もうちょっとねサルナシ感欲しかったな。サルナシドリンク、これはね、俺がね小さい頃から飲んでたドリンクで、本当に好きだったんですよ。子供の頃は自分じゃ買えないから家にあるやつを飲むしかない、たまにしか飲めない貴族のドリンクだった。これをね久々に飲んじゃおうと思います。よいしょ。あ、これはもうねサルナシっていう感じがするよ。ベビーキウイって言われてるんですよ。サルナシはキウイよりも野生味が強いフルーツなんですよ。皮ごと食べれるけど酸味が強いなんだけど、これは甘い香りがする。なぜならば蜂蜜が入っているから。あ、飲みやすいね。味はねキウイとはちょっと違うんだよね。蜂蜜入ってるからかもしれないけど、甘いで飲みやすくなって、粒感とかもないし、ごくごくいけるタイプのドリンクになってる、うん、で 100% オレンジジュースとかみたいな濃いっていう感じもないし、スムージーとかみたいな果肉入りっていう感じでもない。意外とあのサワーとかにしたら美味しいかもしれないけどね。サルナシの味わかんないから言ってもわかんないと思うんだけど飲んでみて。ということで今回は僕の地元カルマイ町のサルナシを使ったドリンクとスイーツをご紹介させていただきました。まあ、僕としてはね、ちょっとでもほんの少しでもいいからね、一人でも多くの人にカルマイ町、そしてサルナシを知ってほしいなと思って今回紹介しました。概要欄にリンクを載せておくので食べてみてほしいです。そして感想をねコメントしていただけると僕の今後の励みにもなりますし、ぜひぜひよろしくお願いいたします。今回の動画が楽しかったよっていう方はチャンネル登録とグッドボタンをお願いいたします。次の動画でお会いいたしましょう。皆さんご一緒にごちそうさまでした。バイバーイ。